4日間のショート決戦、ウィンブルドンクラブ解説8周年記念競争。今日は予選初日の模様をお送りしてまいりました。その対戦もさらに進んでメインカードのドリーム戦、豪華な顔ぶれが揃いました。第12レースの争いです。1号艇が赤岩義雄、2号艇寺田翔、3号艇には井口義則、4号艇茅原優希、5号艇宇佐美純、6号艇進藤タスク、以上6名による対戦カード12レースの争いです。ナルトログラシャンから転戦組4人が登場でありますが、堂々ファイナル入りを果たしておりました。このカード絶好枠には赤岩義雄、人気の中心今陰線、そしてスローの2コース前半1着期待に応える、そんな幕開けでありました。2号艇の寺田翔、もちろん実績十分であります井口が3コースに加わるところ、内三艇一部田さん下げて3選手がダッシュ戦です。4コースの角1の円号艇の茅原、追い上げ逆転道中はさすがの走りを披露でありました。前半戦引いて4角、そしてここ5コースが6号艇振動で6コース外に回って5号艇の宇佐美ちゃん、内に3艇ダッシュが3艇、進入スタイルは3対32つに分かれた12レースのドリーム戦。ウィンコースから1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。1コース、2コース、5コース、6コース、クルンテイコースタート。こうなればインコースが先行で変わっていく。1号艇の赤岩、2コースから2号艇の寺田が一旦待って引く。真ん中はロード、3号艇、井口、マクジャス、内号艇、前号艇、茅原優希、バックへ抜ける。リードは2艇進と、1号艇の赤岩先頭、2番手続く2号艇、寺田、3番手の末、3号艇、4号艇、6号艇、3艇が固まっていく。1周にマークの線形です。スタートは正常。さあ、注目は3番手の末、2サイド、6号艇の振動が来るところ。引いて通ろうと、4号艇の茅原、真ん中割って、3号艇、井口が先回、ホームセッチャー行ったが、刺す形から先行艇井口、この間に3番手は3艇士先行士、6号艇振動、2番手とクイッと来る。さあ1艇進としておりますが、アウトコースから2号艇寺田が2番手優勢、外へ振って6号艇振動が前を伺うところ、2周1マークの線形です。2番手先行するのが2号艇寺田翔、外を待って6号艇の振動線形、バックへ入りが定冠取った。2番手リーダー5艇振動、2号艇寺田、3番手は6号艇振動、先頭は独走態勢、1号艇の赤いは3艇並び、1、2、6となって2コーラーの線形に入ります。トップ構想リードを広げる1号艇赤岩ホームガエ、2番手に続く2号艇寺田、3番手インを詰め寄って4号艇茅原、アウトを回って6号艇振動がかわしました。3艇並び1二6で最終周回に移ります。12レースドリーム戦です。3周回第3マークの旋回体制に入ります。1号艇の赤岩先頭サイクルバック直線へ、2番手追走2号艇寺田、3番手6号艇振動外を回ってかわします。上位3艇1番2番6番の並びです。水が空いた4番手は一歩リード、5号艇宇佐美、インコースが接近し4号艇の茅原、最後方は3号艇の井口義則です。ラストマークの線形から線形のホーム直線へ、1号艇の赤岩先頭、2番手が2号艇の寺田、3番手は6号艇振動とついた12レースのドリーム戦、まもなくゴールを迎えます。先頭1番赤岩降臨、2着2番寺田降臨、6番の振動降臨、5番の宇佐美、4番の茅原、3番の井口降臨です。